약간 가만히 있어도 되겠다. ファストパスだから行ってみよう。これ全部ファストだよ。ゆいちゃんすごいね。これやばいね。だってさ、ファストパスなのにこんなになんか並んでて初めてじゃない。こんな行列。ちょっと見てこようか。 ご入場願いいたします。多くの人が同じような行動をするのはファストパスは2時間おきに発見できる。実は半分間違った解釈をしている人が多いからだと推察されます。そう、私たちのように。こっちだ。こっちだ。なんで、なんで、どうして。 まずファストパスには次のファストパスは2時間後の他にもう一つルールがあります。それは乗車可能時間になったら次のファストパスを発見できるというもので、例えば9時にゲットしたファストパスに9時20分から10時20分と表示されている場合、次のファストパスは2時間後の11時ではなく9時20分に発見できます。例えば9時に取得したファストパスの乗車時間がアトラクション A では9時半から10時半、 アトラクション B では 11 時半から12時半だった場合、アトラクション A を発見すると2時間ルールでは 11時に乗車時間ルールでは9時半に次の発見が可能になるため、時間の早い乗車時間ルールが適用され、わずか30分後に次のファストパスを発見できるわけです。このルールを理解していないと私たちのように2時間ごとに大行列ができるという仕組みになると推察されます。はい、というわけで今回はねディズニーランドに ここにする？ここにする？ すごい綺麗だよ。お花来たから別れなきゃいけない。来たよ。君来たよ。よし、じゃあ今からシーに行きたいと思います。 2年ぶりかな。前の時に行ってた。地元とかだった。あそこがね、インディ・ジョーンズ。あそこがね、インディ・ジョーンズ。あったほら見て。あれ。
カメラだと全然見えない。ね。うん、カメラだとやばいね。もう車すごいね、めっちゃ混んでるね。ねえ、まもなくベイサイドステーションです。あ、火山だ。火山ってどうやって作ったんだろうね。ねえ、あ、すごい、すごいよね。どれ、あ、見て、この船乗れるんだよね、多分。うん、あいつも乗れるんだろう。ここに花火が見えるからね。あそこの、なんだっけ、タワーオブテラーどこ？これこれ。ここからこうやってビャンと落ちるの。え、ここ？うん。おお。え、ここ？こ, このタワーとかビャンと落ちる。何回も。え、ここ？ここ。そうそうそう。これ60、いや、1時間20分ぐらい待って。え、そうなの？ビャン。あそこの奥は、あそこの奥からビャンと落ちる。で、エレベーターから落ちるの。着いたよ。先行会。じゃあしーちゃん、ディズニーシー。はい、ディズニーシーできました。イエーイ。かぶってる。すいません。リミ、これからちょっと秘密の。靴脱いでるし。秘密の場所を紹介したいんですけど。はい、ここではないんですよ。ちょっともうね、すごい混んでるんで、ここすごい近いんですけど、ここからこう行くとね、そこに階段があるんですけど、あったね。あそこをまず登りたいと思います。で、登るとホテルミラコスタ、ホテルミラコスタ、ミラコスタのホテルの中に着くと思います。行きましょう。これが目印。タツノオトシゴだね。何か言った気がする。で、ここだね。ひーちゃん、そこ電話のとこだよ。やっぱり C は何とかないかもしれない。ほら、本当だ。よかったね、やって。はい、この電話を横に行くと階段があります。いい、めっちゃ混んでる。こっから花火とかね、ショーも見れる。ここでみんな見てる。階段がありますので降りたいと思います。降りると何があるでしょう。よし、行こう。あ、ミッキー。上に行くよって言ったね、ミッキーが。ということで、ディズニーに来ました。はい、今から中に入りたいと思います。最新メニューを最新販売現地で完了。入るんだよ。じゃあこれを K はパパに渡して、あ、そのようにね。はい、だけ私は福岡に行くので、パパがあったまた取りに行きます。じゃあ、はい、
ありがとうございます。はい、気をつけて行ってらっしゃい。晴れたよ。よし、じゃあ乗ろう。はい、ありがとう。ドラルの浮き山食べる？食べる？浮き山は落ちる場所、私何もないから分かる。ジミー、どっちでもいいよ。どっちでもいいよ。よし、じゃあインディージョーンズ行こう。すごいじゃん。キャンバーメイトに。もう今記録しちゃったよ。あ、そっか、後半を楽しみにだね。じゃあここで撮ろうか。景色綺麗だね。リミ身長いける？皆様で4名様で、はい、はい、お誕生日おめでとう。はい、お姉ちゃんの身長の確認ってされてらっしゃいますかね？いえ、まだしてないですか？はい、はい、じゃあお帽子取って身長測ります。服の下かレール、うん、はい、はい、バッチリです。じゃあリストバンド巻いてご案内します。ちょっと待って、はい、やっと乗れるね。おととし乗れなかったのに、うん、身長足りなかった。やっとだね。ねえ、リミ怖くなってきた。ねえ、大丈夫だよ。見て、こんなんだ。うん。ねえ、怖くなってきた。ドキドキ。私、座ってる時が一番怖い。ちょっとスタートの時？そう。スタートの時怖い。座る時が一番嫌だ。すごいよ、ちーちゃん、大変。骨がいっぱい。全部座って帰ってきた。怖いよ。見て、水ちょっと入る。本当だ。でもね、映画ね、ちょっと見たら、ね、人殺してたから怖くてやめた。しーちゃん、え、じゃあ楽しかったよ。あのね、一つ疑問に思ったことがあるの、うん、なんで胃が浮かないのか。ジェットコースター胃浮くじゃん。落下するのなかったじゃん、うん、じゃあ落下したの。でもちょっとだよ。なんでちょっとだから。車だからだから。めちゃくちゃ楽しかった。胃がないし、あのね、音もすごかったし、あー、なんか楽しかった。意味はね、骸骨がね、ダメだった。骸骨怖かったね。音がすごい大きすぎて、ガンガン頭に来て、うん、嫌になっちゃったんだって。うん、じゃあ楽しいの行こう。楽しいの行こう。ねえ、センタームジアースって怖い？わかんない、乗ったことない。私さ、インディ・ジョーンズも怖いって言ってたよ。うん、でも面白かった。面白かった。でもママがさ、最後にさ、うん、前が本当楽しいよって言うから、それぐらい楽しいんだよ。うん、パパもさ、一回転するやつを怖いって言ってたよ。うん、怖い。多分これはでも楽しいんだと思った。から頑張って乗ったら楽しかったって思った。ひまちゃんとかもみんなこれが好きなんですよ。うん、危ない。ください。100人乗り。6人乗りだよ。乗るよ。あ、
はい、今10時半です。あと30分しかないんですけど全然乗れてないです。何乗ったっけ。インディー、インディーだけやばい。で今が海底2万マイルで、あとギリギリファストパスで、ファストパス取りたい。なのでアトラクション2個とファストパス2個目が限界かな。いいよ、乗ってあげる。怖い。